暇だな。困ってる人がいないか探してみようぜ。おーい、今はウィンドブルーム祭ですから。ま、何も。じゃあほ、こんにちは。冗談がおじょ、え、お、おかしいな。キャサリン、申し訳ございません。どうするんだよ。オイラだ、ダメダメ、オイラは諦めないぞ。変わったやつがいる。フローラ、何かオイラたちにってないよ。それもウィンドブルームってウィンドブルーム祭を。ウィンドブルーム祭、風が吹くお祭りか。ウィンドブルーム祭は愛と自由を象徴するモンド城の伝統的な祝祭だよ。毎年この時期になると人々は風神バウィンドブルーム祭になると水風の花は。じゃあ風の花ってどんな話。フローラのおばあちゃんから聞いた話だと、おばあちゃんが生まれるよりも人々はタンポポを風の花として送るの。ってことはモンド多分それは違う。果物屋のクイーン。いや、お、ほらクイーン。フローラほら見ろ、全部お風車。俺を信じれば間違いない。あら、そうだったの。こんにちはベア。風の花って、そう、確かに風の花の定義は物議を醸している。この2種類の花には独自の歴史がある。何ですって。本当のことを言っ、あなたね、ふん。え、ベア、おかしいな、俺何か間違った。剣が店を閉めた後に。はや、なんで怒ってるのかわからないけど。見て、あの二人、ウィンドブルーム祭は。なるほど。でも風の花が何なのかする。それもそうね。美食美酒さ、楽しそうな祝祭だな。風のいろんなところを回って。あ、原油やろう。ここで何してんだ。この、いやあ、ちょうどいいところに来たね。全員僕の生徒だよ。どう？生徒？え、それって頭を抱えてる。頭を抱えてるだなんてひどいな。意味がわからない。あ君たちもウィンドブルーム祭のことにつ、お祭りの雰囲気に包まれたモンドはどうだい？気に入ったかな？パイモン、君は？うまいもんをくれたら気に入ったって答えてやってもいいぞ。ふーん、じゃあ気に入ってくれた。依頼もないし人助けもしてない今身をもってそれ。なんだよ、そんな得意げに。ウィンドブルーム祭は風神のみならず、もちろん愛情以外の感情をなそうとする人もいる。でも心配しないで。それにそろそろ君たちにもモンドの助手彼らは愛の詩を書きたいがために僕にアドバイスを求め、彼らが抱えている悩みを僕が聞いて、置かれている状況と、本当は僕がアドバイスすることになってた。君はいろんな場所を見てきたでしょ。ただ人使いが荒いだけだろう。ウィンドブルーム祭では限定のお酒が売られるんだ。ねえ、やっぱりただの飲んだ。じゃあ始めようか。もちろん僕も君の横でヒントを出すから。勝手に話を進める。そう言わないでよ。君はモンドの人々から、いいかい、僕がこの動きをしたらそれは積極、そしてこの動きをしたら最後にこの動きは早く諦めて無駄な感情を使わない方がいいという意味だ。どう？覚えた？いいよ、ちゃんと聞いててね。いいかい、僕がこの動きをしたら、そしてこの動きをしたら、最後にこの動きは
早く諦めて。どう？覚えた？じゃ。そこの銀融野郎にアドバイスを求めて。え、せっかくこ恥ずかしがるなよ。だから勇気を出して。おい、そうだね、実はそのマーラって言うんだけど、可愛くて勤勉で時間があればモンド城に住んでる。いや、彼女は清泉町に住ん、とにかく僕たちの家柄が違いすぎ。でも僕はマーラと約束したんだ。あい、順調そうじゃないか。うん、だから父さんは保守的ですごく厳しいんだ。だからもしこの機会に風の花をと。どう伝えるつもり。マーラの家は裕福ではないけど、彼女の優しい心と。でもそっか。うん、そうだぞ、心に思ってること。なるほど。でもお父さんに花を贈る。あ、確かにそうだ。そうだね、アドバイスありがとう。よっ、あなたたちは栄誉騎士とそのお友達、ここで会えるなんて思わなかったよ。私が花を贈りたい相手は、あなたたちはもうジン様を知ってるよね。わかったその辺は。ああ、ごめん、ジン様の話になるとつい。明日になったら死と新鮮なタンポポの花束。でも花束とし、あれ普通はな。もしジン様が贈り主の名前を見たら絶対。でもジン様はいつも忙しいから、わざわざ私なんかのために時間を。でも名前がなかった。そうだぞ、素性不明の。本当に何はともあれ、あの、どういたし。うん、この人、銀融野郎に。え、いいのか。じゃ、僕はモンドのアイドルバーバラ様が大好きだ。君も知ってるよね。彼女は可愛くて優しくて、笑顔と歌でモンドの。もう気づいているかもしれないが、僕が。なんだか誇らしげに。僕はファンクラブのみんなの思いを背負い、このもちろん僕は常識ある大人だ。アイドルの生活、そしてファンクラブのメンバーが摘んだ花で、だから死の指導はもう必要ない。巨大な像、建物を2階分くらいの高さになるかな。うん、でも誠意はこもってるだろ。バーバラ様がこのアイディア。常識ある大人って。え、でもプレゼントは。でも迷惑すぎて、お前がセピルズ騎士団に。そうなのか。でもじゃない。ああ、もうわかったわかった、アドバイスありがとう。僕はこれで失礼。あいつ、原油やろ。よくやったね。よし、じゃあ。盛り上がってるな。やあ、ガイア。最高の銀融詩人は。しかし他の人に愛の詩を教えること。そう、おま。え、ガイアも愛。確かにな。それでも俺はプ。どうして。君は口が達者で。単刀直入に俺を生。もちろんいいよ、お金も稼げるし。よしよし、生徒として。やっぱり何か企んでた。なんだい、言ってみて。俺は生徒だから授業を聞くだけじゃ、知識を応用し自分が書いた。それって銀融野郎に生徒たちが。そうだ、きちんと課題の。詰まるところ、簡単にお金を稼がせたくな。
そんなん楽しいことをするの。ガイアは意地悪だな。でも詩の添削か。僕もみんながどんな作品を書くのか気になるし。お前はやっぱり。でも待って、僕からも要求が。うわ、お互いに。君の課題は丁寧に添削する、必ず上達する。君とディルックの関係なら手に入れ。おやおや、そう来るとは。しかし美醜一本。一本じゃない、三本だ。悪なき欲望。いいかな、ねえ、いいでしょ。問題ない。やったー、早く紙とペンを持って。原油野郎のポケットから。アルバート、エリン、マービン。はい。ベネットは元気。君がベネットかい。元気があってよ。はい先生。冒険者も愛。銀油野郎。親愛なる生徒たち、授業の後は。それと授業料の支払いは授業が終わってからでもいいけど、あとモラじゃなくてビシュで払ってくる。先生、お礼の。もちろん忘れてないよ。だからガイアは旅人課題。おい、そんなことまで助手がするのか。これはモンド独自の伝統文化で、君がウィンドブル。それに本当か。じゃあガイアが課題を終わらせた頃、それまで僕は生徒。モンド城の商人たちが。原油野郎はもう着いて。止まってくれ、ここに何か用か。ガイアはいるか。ガイア隊長なら。え、どうして。ウィンドブルーム祭セレモニーは我々セピロス騎士団だから、たまった書類仕事は。なるほど。